商品とまで。このような部屋がおよそ140ありました。この他の建物の部屋も決して広くはありませんでしたが、三宝丸にとっては家族で過ごす貴重な居住空間でした。今では無人島となってしまった島にも、かつては人々の生活がありました。